こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はこの間ですね、インスタのストーリーに実家に遊びに行くときに電車に乗っていくんですけど、すっぴんでは出かけられないし、だけどそこまでメイクするのも実家に行くだけだしなと思うので嫌なので、ちょっともうそれの間のすっぴんを作るみたいな感じのメイクをしていきたいと思います。はい、結構それがね、どういう感じでやってるんですかみたいな感じで質問があったので、そちらを今日は上げていきたいと思います。はい、ではお願いします。まずはカラコンしていきます。使うのはこちらです。プランミーのダークモカというお色を使っていきます。はい、ではちょっとお肌にも低刺激なものを使いたいなと思ったので、こちらを使います。ヒムラスムーススキンカバー SPF20 も入ってるので、私は日焼け止めみたいな感じの代わりにつけます。だこうベースとかあまりつけたくないなーって時にこれだけ1個こういうのつけてます。これは本当にサラサラするので、なんかもう本当日焼け止め塗る感覚で塗ってます。これ塗るだけで結構毛穴とかもサラサラになるので、これをね、私はね塗ってます。例えば彼とお泊まり行く時とかは、こういうのをささっと塗っとくだけで、これはすごい低刺激なものなのでいいんじゃないかなと思います。はい、で私はベースはこれでおしまいです。でアイメイクはこちらを使います。素顔スフレ感アイカラーマロンブラウンを使います。一度こういう感じで手に取ってからつけていきます。このブラウンは本当にここまで目立たないブラウンなので、軽くささっと目のこういうこの部分だったり、目全体広めに薄く塗っていったら、次に目の際だけもう一度このブラウンを重ねます。こういう感じで今みたいにもうほんと簡単にアイメイクをしていきます。そしたら眉毛描いていきます。使うのはこちらです。マキアージュのアイブロウパウダーを使っていきます。こちらのこの両面の部分を使います。でついでにこう鼻筋までささっと描いちゃいます。もう大体すっぴんを作ってる時はマスクをしてしまうので、あんまりこっからこっちはやらないようにしてます。でお次に眉尻はこちらの一番濃いブラウンで描いていきます。はい、ではこちらですね、今眉毛を描いていきました。そしたら軽くビューラーをしていきます。はい、では今みたいな感じでちょっとまつげを軽く上げてビューラーをしていきました。そしたらつけまつげをつけていきます。使うのはミッシュブルーミンのナンバー12番を使います。最大の難関といえばこのつけまをつけるぐらいだけです。今回はアイライナーは引いてないので、かなり目の際にしっかりと装着させます。こんな感じでつけまをつけます。私はこのつけまの芯の硬い部分で二重にしてるので、二重にしつつまつげのボリュームもこれで出しつつみたいな。まつげだと思ってます、つけまは。こういう感じで結構まつげもしっかり綺麗につけていけばまつげ並みにナチュラルになると思うので、今日はねこれでもうまつげアイメイクとかもう全部完成です。これでメイクはでもう最後はマスクをして、マスクは無敵ですからね本当にマスクをして帽子をしちゃえばこれで、まあちょっと怪しいんですけど実家スタイルです。すっぴんを作るみたいな感じですね。もう私はこの見えるとこだけしかメイクをしないで帰ります。はい、という感じでですね、ちょっとマスクするのは申し訳ないんですけど、不細工だからマスクしようということでですね、今回はすっぴんを作るメイクをしていきました。
本当に本当に簡単なので、ぜひぜひ真似ていただけると嬉しいです。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。